戦車壊す。てんなら浜本さんから来る人、はいはい、ありえない声量で隣の席でエピソードトークを喋ってたんです。僕らは次の日が死ネタライブだったので、加わることはできずに死ネタを進めてきたところ、ノリオショッショがエピソードの笑いどころになるたびに、ちらっとこっちが笑っているかを確認してきた。そのたびにノリオショッショがこれほんまの話ほんまの話とまっすぐ僕らの伝えてきたんですが、僕らもやっぱり余裕がなかったので、全部無視させてもらって